お疲れちゃんです。ラテです。今回はですね、まあクラン対戦の方をやっていこうと思うんですけど、今クラン対戦で、まあ、今現在の試合は2位というところで、まあ、結構1位で、まあ、いい戦いしてる感じですね。で今僕はジェンコーリブ商会さんに所属してるんですけど、あれどうやって見るんや、なんかあこれこのクランですね。であ今ん違うこっちクラン対戦の方では、あちょっと遅れてる、おでは、まあ、今日本1位ですね。2位に200トロフィー差つけて、結構まあ頑張ってますクランで。でしかもそれグローバルでも、あ今12位っていう感じで結構上にいて、まあ、上の方やばいですね、3000とかで。まあクラン対戦を多分、まあ、本当に今めちゃくちゃ頑張ってるんですけど、クランで。でまあ僕まだ攻めてないんで、ちょっと今から攻めようかなと思いましてですね。でデッキなんですけど、一応今これをセットしてて、カード的にはこんな感じなんですけど、でまあ今回矢の雨もファイボもウッドもザップもあるって感じで、結構まあまあカード的には悪くないかな。でもなんか言ってもまあジャイかペッカかプリンセスも4っていうのは大きいですし、まあホグかっていう、まあ意外と今回レパートリー多めで悪くはないかなというところで、まあこのスペルとかもファイボーザップとかでもいいと思うんですけど、ですね、チャットこれやこれあれですね、もう天狗とかもこれはおすすめだとさっき言われたんで、あのあれですね、ポノス、クラロアリーグでポノスに所属してる天狗ですね。で、まあ、天狗っていうかそこまで言うならしょうがないということでこれを使います。はいはい、もうジェンコと同じクランで結構まあ普段から仲良くしてるんで、おいしょということでこれですね。まあ、ファイブでもいい気もするんですよね。でもファイブザップにして枯渇来た時のもう辛さ、はい無理ということでいきます。マジで今これあの負けたらやばいんで、相手マックス39、自分たちマックス36なんで、今のところ行けばもう落としたらいくね。しかも僕とか勝たないといけないので、よし行きます。やめってめっちゃ緊張する、取れとるよな。よし行きます。で問題がここのマッチングが長い長くないか。よしよし行きます。待ってマッチングはしない、マジでよくあるのがこのマッチングしてるときに本当に眠たいときです。眠たいときにあーちょっと眠たいみたいな感じで目つぶるじゃないですか。で僕とかって基本あのクララ音をあのつけずに、ていうかクララ音なしでクララ音するんですよ。なんでマッチングしたときにもう画面を見てないと気づかないんで、もうこのままちょっと目つぶっとこうみたいな、でちょっと目開けたらもうバトル始まってて、もう1個落とされてるとかで、もう気づいたら朝でもうはい、なんか朝画面開いたらもう負け画面が映ってるみたいなのがよくありますね。本当に良くないマッチングしない、もうええや。はい、ということで待ちましょう。いい、やばくね、やばくない、ちょっと一回直す、はい、いきます。ふぅ、よいしょ。予想待ち時間が無意味、これほど当てにならんもんないっすよ、マジで。15秒、あと10秒とか言いつつ、もう残り10秒でマッチングするときありますもん。どういうことやほんま。はいはい、怒ってないです。2、1、はい、まあ来ないんですよね、本当に。これがクララマッチング
なんなんよ、そう待ち時間って言って、もう早く、ちょマジで今眠たいんですよ、はい、とか言ってたらマッチングしました、マジで。これ取り直しもできないんで、これはマジで、はい、いきます。で、所定ホグあるんで、ホグはまとばしていいっす。で、おほー、うわーしんどい、やば。これは右側でフキアで、こっちにギャング出してプリプリを引き寄せたい。待って、やばい、やばい、やばい、それやばい、え、待って、やばい、え、待って、え、待って、マジでやばい、マジでやばい、やばい、ほんまにやばい、マジでやばい、これ取り直し効かないやつ、やつ、プリプリ、プリプリファイブアーチャー、プリプリファイブアーチャー、ちょっと待ってよ、マジでやばい、マジでやばい、ほんまに負けたらやばい。わあ、これは美味しい、これはまあ美味しいというか、このジャイアントが止まらないまでもあるだよね、止まらないよね。で、まあこれギャング出してあげて、もう抑えてからがさらにカウンター、カウンター、相手はプリプリどっちかしか出せないか、どっちも出せない、間に合わない。はい、来た、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 はい、はい、はい、よし、よし。で、今、相手はこうダクプリ出したんで、コストが0です。今、1ぐらい。で、2で、3、はい。で、まあ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 、これは知らなかった。君がやるのは知らなかった。ってことは、まあ、プリプリギャング、ジャイアントアーチャーみたいなやつですね。ガゴ。うわ。強いやな。強い。相手のデッキは JPP の、ちょっと小村がジャイアンツですね。ジャイアンツ。これでも勝ちたいですね。1個多分674守るのは無理なんで、その代わり2つ取りたいですね、こっちが。美味しい、これは美味しい、これが美味しい。あー、これどうするかなんですよね。相手なんかどっちか出してほしい。とりあえず様子見て、様子見て、で、ここで逆サーブ。いや待って、これでも1個確実に削っときたいっていうのもある。ちょ待って、やばい、待って、やばい、これがやばい、これがやばい、マジでこれやばい、これやばい、これやばい。あ、で少々ダメージ受けていい、少々ダメージ受けていい、 OK、 これザップ。おいしょ、待って、これ右側守れるまである、右側守れる、右側守って、右側落とす、 OK、 来た、勝った、はい、勝った、はい、勝った。で、これなんか、ギャングかなんか、なんか来るから、転がして、はいあいっしょよかった。よかった。マジでも、クラン対戦に、この、まあ、負けた時のなんか、あれなんですよね。結構、申し訳なさっていうのがすごいあって。ん？ちょ、待って。やめ。これは、もう守れないんで。よいしょ。からの、ホグ。よしよし、よし。ピヨーン、はいはい。で、これ、なんかギャンクかなんか来る。よいしょからの、オーケー、うん、満足。満足。勝てたんで満足です。ということで、本当にもうこんだけです。はい。今日の動画はこんだけです。ということで、もうクラスさん勝ちたいな。勝てたらいいなという感じです。はい。で、マジで、多分このコースね、左側のトーナメントをして、クラン対戦とかをしてもらえば、まあ、グローバルかローカルに、グローバル今10人、ローカルとかに今結構いるんで、まあ、ちょっと気になったら覗いてみてください。で、あれですね、遊びの方とかは全然大歓迎なんで、よければ、ジェンコに遊びにも来てください。以上です。じゃあ、バイバーイ。